フです。この度ラップファンチャンネルを新しくリニューアルすることになりました。それにあたって改めてちょっとチャンネル名もリニューアルすることになりまして、その名前を決めないといけないというお時間でございます。はい、リニューアルするって言ってもコンテンツがもう散在しすぎてたじゃないですか。これ何を投稿してるチャンネルなのかなみたいな。確かに確かに。ご飯食べたりデートしたりいろいろあったんですけど、皆さんがあこういうチャンネルなんだって分かってもらえるような感じにしていきたいなと思っております。考える時間、この前6年入れたい。何がいいかな、なんか卑猥な言葉とかがいいですかね。バンされるでしょ。バンされちゃうのか。3卑猥ダメじゃん。なんか豆さ、豆とかあれなんだよね、なんだっけ。豆はダメ。6年 TV ってダメなんですか。みんなに1個ずつ出してもらえばいいんだ。そっか、ギャルズ集合集合。 YouTube のチャンネル名を決めるんですよ。はい、1人1個出してほしい。パフパフパフ。社内のメンバーにチャンネル名どうしたらいいかっていうのを書いてもらったので、この結果で全て決めます。イヤオイヤオ、いきます。いいや、バババ。あ、これはね、知ってる。これはね、デンちゃんです。ねえ、知ってるって。6電波、うん、1票。6電 TV、 6電 TV 知ってます。6電茶番劇、6電波。おお、6電波2票目に。6電案内状。あばばん。6電もなしブルー。続いて、おお、シンプル。6電。6電波。はい。6電。ピッ。6電波。おお、すごいぞ。大衆に愛されるんではないですか、6電波。はい、6電案内状。イエーイ。6電茶番劇、6電 TV、 6電、あと 何票。4票。おお、6電案内状。イエーイ。電6 TV。 意表をついてきた。6電茶番劇もしくは6電波。6電チャンネル。順当に行くとちょっと今スタッフがかしげている6電波みたいな感じなんですけど、それ私も案を出しておきながら。でも6電チャンネルいいですよね、普通でね。今のところ6電波、6電、6電チャンネル、6電案内所。6電波にしますか。でもな、6電チャンネル、普通に6電チャンネルし、いい気がする。で、ここまで来て6電チャンネルになるの良くないですか。でも、3秒ぐらいで思いつくやん。本当だよ、なんで誰も出てこなかったんだろう。うわー、6電チャンネルがいい。6電波はどこに行ったんだよ。6電チャンネルで開けて。6電チャンネル。はい、じゃあ今6電チャンネルに決まりましたので、今後はですね、ドクちゃんデンちゃんのいろんなコンテンツをお届けもしますし、それこそまあ現場潜入と称してね、私が実際の AV の撮影現場にカメラを持って潜入して撮影の裏側だったりとか裏話とかが聞けたりするような動画も上げたりだとか、まあ、今まで通りのね、はい、ツイキャスの録画とかアーカイブとかも流したりなんかして、もしかしたら6電チャンネルで YouTube ライブやるかもしれない。はい、よろしくお願いします。私たちのお仕事の様子を基本的にはお届けしていくチャンネルになっていくかと思います。これからもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。